2005年でプソルホンダ在籍時、マックス・ビアジは、イタリア・ローマ出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権 250cc クラスでは、1994年から1997年まで4年連続で、チャンピオンを獲得、最高峰 500cc クラスモートジッピークラスでは、年間ランキング2位を3度記録した。2007年からは、スーパーバイク世界選手権に、 活動の場を打ちし、2010年には同選手権でイタリア人初となるチャンピオンに輝く。2012年には同選手権で2度目の世界チャンピオンを獲得し、その後に引退を表明した。ニックネームは、イル・コルサーロ、ローマ皇帝など。ビアジは、子供の頃サッカーの方に興味を持っており、エースローマでプレーすることを夢見ていた。しかし1989年、 17歳の誕生日プレゼントにオートバイを与えられると、レース参戦をはじめ、翌1990年には 125cc のイタリアスポーツプロダクション選手権のチャンピオンとなった。1991年、ビアッジは 250cc クラスにステップアップして、アプリリリア RSV250 を借り、ヨーロッパ選手権のチャンピオンとなった。また、シーズン後半には、 ロードレース世界選手権 250cc クラスに4戦、スポット参戦し、2レースで入賞して、シリーズランキング27位を記録した。翌1992年シーズンには、テルコール・バレージ・アプリリアチームからピエール・フランチェスコ、キリのチームメイトとして、ロードレース世界選手権 250cc クラスに、フル参戦デビューを果たした。最終戦南アフリカ GP で、 初優勝を果たし、シリーズ5位を記録した。1993年には、アーブ金本率いるロスマンズ金本ホンダチームに移籍し、青木のブのチームメイトとして、ホンダ NSR250 を買った。ビアジは、第8戦ヨーロッパ GP で1勝を挙げ、シリーズ4位に成績を伸ばした。1994年より、ビアジは、アプリリアのワークスチームである。 チェスターフィールド・アプリリアチームに移籍。原田哲也、岡田忠幸、ロリス・カピロッシ、ラルフ・ウォルドマンらライバルにセリ勝ち、1996年までの3年連続でチャンピオンに輝いた。1997年は金本・ホンダチームに復帰。この年もビアジは、ウォルドマン、原田との激しいチャンピオン争いを制止クラス4、連覇を達成、アプリリアだけではなく、 ホンダでもその強さを見せつけた。そして1998年、マールボロ金元ホンダチームから NSR500 を、って最高峰 500cc クラスにデビューを果たした、ビアジは、開幕戦日本 GP でいきなり、ポール・トゥ・ウィンを遂げた。同クラスデビューウィンは1973年のヤーノ、サーリネン以来の快挙となった。 その後第10戦チェコ GP で2勝目を挙げ、年間ランキングではこの年5連覇を達成したミック・デューハンに次ぐ2位でルーキーイヤーを得た。1999年からはヤマハワークスに移籍、ユーザー500にマシンを乗り換えた。1999年は年間1勝でシリーズ4位、2000年は2勝でシリーズ3位を記録した。 そして 500cc クラスの最終年度となった2001年には参照を上げ、ラストロアズールホンダチームのバレンティーノロッシに次ぐシリーズ2位となった。2002年、最高峰クラスは4ストローク 990cc マシン主体のモートジッピークラスに改変となった。ビアッチは新たに開発されたユーザー M1 を借り、第10戦チェコ GP 第14戦マレーシア GP とシーズン2勝、2年連続でロッシに次ぐシリーズ2位を記録した。4年間在籍したヤマハワークスを去り、2003年にはホンダのサテライトチームであるキャメルホンダポンスチームに移籍。ロッシと同じ RC211V を手に入れたビアジだったが、ロッシとセテジベルナウによるチャンピオン争いには加われず2勝でシリーズ3位に終わった。 翌2004年はロッシがヤマハに移籍したが、ビアジは第11戦ポルトガル GP、第12戦日本 GP と2戦連続リタイアを喫したことでチャンピオン争いから脱落し、この年もロッシ、ジベルナウに続くシリーズ3位に終わった。2005年にはワークスのレプソルホンダに移籍、ニッキー・ヘイデンのチームメイトを務めることになった。テクニカルディレクターには、 かつての名優アーブ金本がつく体制となり、ビアジは有力なチャンピオン候補に挙げられた。しかし結局この年は一勝も挙げることは叶わず、表彰台もわずか4回の獲得に止まって、シリーズランキング5位に沈んだ。翌2006年シーズンに向けて、ワークスホンダのシートは、ルーキーのダニペドロサに奪われたため、ビアジは、スポンサーのキャメルを後ろ盾にホンダサテライト、川崎、 鈴木と交渉を行った。さらに2006年1月にはミッドランド間一のテスト走行を行ったが、結局どのチームとも合意には至らず、1年間の休養を選択することとなった。グランプリにフル参戦した13シーズンで、ビアジは201戦連続出場を果たした。これは、バレンティーノロッシが1996年から2010年に、 かけて達成した230戦に次ぐ歴代2位の記録である。2007年 SBK 圧線2006年シーズンに向けてビアジはスーパーバイク世界選手権における鈴木のワークスチームであるコロナールスターと交渉を行ったが、すでにライダーとして決定しているトロイコーサー、香山幸雄の二人と同スペックの三代目のマシンを用意することが保証されなかったため、 契約は見送られていた。そしてその1年後、ビアジは、コーサーと入れ替わる形でアルスター入りし、GSX-R1000 を買って2007年シーズンを戦うこととなった。ビアジは、開幕戦ロサイルのレース1で、いきなり勝利を遂げた。SBK デビューウィンは、史上5人目、GP500cc クラスと SBK の両方で、デビューウィンを果たしたのは、史上初のこととなった。 その後第9戦ブルノで2勝目、第12戦バレルンガで3勝目を挙げ、ビアジは、ジェームストスランド、ハガノリユキに次ぐシリーズランキング3位で、ルーキーイヤーを得た。このシーズンの終わり、アルスターは、メインスポンサーのコロナを失い、高級のビアジを手放さざるを得なくなってしまった。2008年シーズン、ビアジは、ステリルガルイ5-11チームに移籍し、 プライベーター仕様のドゥカティ 1098RS を狩ることとなった。勝利を挙げることはできなかったものの7度表彰台に立ち、チームメイトのルーベンチャウスとワークスドゥカティのミッシェル・ハブリッツィを上回る年間ランキング7位を記録した。2010年 SBK ミサの2009年は8年ぶりに選手権に復帰したアプリリアワークスに移籍した。これは ビアチにとって 250cc 時代以来13年ぶりのアプリリア復帰となった。チームメイトはモートジッピーから移ってきた中野マヤが務めた。ビアチは第2戦ロサイルでレース1.2とも表彰台に立ち、第10戦ブルノではアプリリアに SBK 復帰後初優勝をもたらした。この年のシリーズランキングでは4位を記録した。2010年もチームに残留。 ルーキーのレオンキャミアをチームメイトにメインスポンサーにアリタリアがついたニューカラーの RSV4 を借ることとなった。第2戦ポルティマを第5戦地元モンツァとレース1.2ダブルウィンを遂げてポイントリーダーのレオンハスラムをもつい3度目のダブルウィンとなった第7戦ソルトレイクを終えてハスラムを逆転しランキングトップに立った。その後も 第8戦ミサノで4度目のダブルウィンを遂げるなど、チャンピオンシップをリードし続け、第12戦イモラでタイトルが確定。ビアジはイタリア人初のスーパーバイク世界チャンピオンに輝いた。またこれはアプリリアにとっても初の SBK 制覇となった。2010年10月、ビアジはアプリリアと2シーズンの契約公開を行い、スーパーバイク世界選手権に 継続参戦し、2011年は途中欠場もあり、シーズン3位に終わったが、2012年はトム・サイクスと最終戦レースにまで熾烈なポイント争いを繰り広げ、わずか0.5ポイント差で最高齢記録となる2度目の SBK 制覇を果たし、その直後に引退を発表した。2010年 SBK ソルトレーク気難しい性格の持ち主であるビアジは、報道陣、 チームスタッフや他のライダーたちと圧力を生むことが多く、ローマ皇帝、マットマックス等と称される。他ライダーとの関係の中では、同国人のバレンティーノ・ロッシュとの対立が最も有名であり、2003年公開のモートジッピー、ドキュメンタリー映画、ファスターでもビアジ VS、ロッシュの構図が大きく取り上げられている。1997年、ビアジは、 スーパーモデルのナオミ・ギャンベルと付き合っているのではという噂が流れた。これをロッシがからかって、その後のレースで勝利した後に、クラウディア・シファーと書かれた金髪のダッチワイフを背負って、ウィニングランを行ってみせた。2001年の開幕戦鈴鹿では、ホームストレートでビアジがロッシュを肘で押し出して、コースアウトさせた。その後ロッシュはビアジをオーバーテイクすることに成功し、 ビアチンに向けて中指を突き立ててみせた。第3戦ヘレスの決勝後にはロッシがビアチンの顔を殴る騒動が起きた。この様子はファスターにも音声が収録されている。2006年1月、ビアチは常日の通りミッドランド会一のテストを行ったが、その翌月にはロッシもフェラーリ会一のテストを行った。両者とも ウェットコンディションの中の走行となったが、ロッシュがスピンを喫した一方、ビアッジは問題なくテストをこなした。ビアッジは今回は自分が勝ったロッシュにスピンしない方法を教えてやれるとうとプレスに語った。ビアッジは2002年のミスイタリアであるエレオノーラ、ペドロンと長年連れ添っており、2009年9月には二人の 間に長女が2010年12月には長男が誕生した。ありがとうございます。